ママちゃん、もしかしてお勉強買ったの？新しいドリル買ったよ。カタカナのやつ、後でやろう。先に歯磨いて、ひらがなとかとかのご飯食べて、それからやろう、じゃあ歯磨いて。朝ごはんは嬬恋村の知り合いの農家さんからたくさんねキャベツいただいたので、キャベツのスープ卵も入れて、キャベツ甘いよ。私の友達の実家が嬬恋村でキャベツを育てていて、去年もね送ってくれてキャベツの料理動画撮ったんですけど、今年もまた送ってくださって、ね、あとねキャベツめっちゃあるよね。あとねキャベツのね日の時もね、うん、泊まりして、うん、その時もねキャベツがね綺麗にされてねちゃんと言ってねやっちゃったんだよ。あと葉っぱさんも、ウータも今年幼稚園の行事ごとで嬬恋村に行ってキャベツのね種を植えてきたんだよね。うん、幼稚園の嬬恋村の時ねキャベツねもうねどん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 ね出てきたからね、うん、ご飯の時もねちゃんとねキャベツ食べたよ。そうだね、出たから今は夏休み期間中なんですけど、ウータは夏休み期間中も英語のサマースクールとか幼稚園申し込んでいて、お休みがねお盆の1週間しかなくて、この1週間が夏休みだったんですけど、今日はもう夏休みの最終日、何しようかなと思ったんだけど、もう外が真っ暗で雨がひどくて、今日も雨ね、連日雨です。で最近ね、ジュン君のお母さんお父さんがさらにうちから近くなったんですよ。なので新居に遊びに行けてないので、今日はもうお休み最終日ということで、おいでって言ってくれたので遊びに行こうかなと思ってるぐらいなんですけど、あと全く予定がなくて何しようかなって感じです。今日の動画はコアラマットレスさんとのコラボ動画なんですけど、まあコラボ動画といってもこんな感じでいつも通りの休日を撮影していきたいなと思うんですけど、今回はコアラマットレスさんからコラボの依頼をいただいたんですけど、コアラマットレス以前から知っていて、スタッフさんがねコアラマットレス使ってたりとか周りの方が使ってたりとかしてめちゃくちゃいいよっていうことをね聞いてたので、寝返りが打ちやすいとか腰痛持ちの人にもなんか人気みたいっていうことを聞いたことがあって、とは言っても我が家は引っ越してくる時に新しくマットを買い替えたばっかりなので、義母に聞いたら、え、コアラマットレス欲しいっていうことだったので、コアラマットレスさんから義母へギフトしていただくことになって、新居でね今使ってるみたいなんですけど、そのコアラマットレスもどんな感じって聞きに行こうかなと思います。おいしいわいだ、起こしてくる。パパの朝のルーティン、汚い道に、ね、お水は、お水なかった。昭和記念公園かな。わあ、パパが懐かしい。ひげないよこれ。ひげあるパパ、ひげないパパも可愛いよね。やばー、懐かしい。あーこれね。でもさ、嬉しい時ギュギュ跳ねる感じとかさ、パワーないよね。ね。動きが変わらない。このまま大きくなったね。お姉ちゃんなったね。かわいい。この動画ちょっと見てほしい、みんなに概要欄に貼っておきます
なーこちゃん。出て出て出て、かまないかまないかまない。なごめおいで。はい、来た。何怒ってんの？ちょっとこれ気になる。なんかちょっと落ち着かないね。買う気だね。あんこちゃん可愛いのに怒んないでくださいよ。いや、また後でね。ひでおくんは左手にノートを1冊、右手に鉛筆を2本持ってます。ひでおくんこれなの？そう。紹介したことのあるノンフライ&ベジの有機ラーメンリサージ。これ349カロリーしかないの。ラーメンにしてはここ低カロリーじゃない？いただきます。今日食べたキャベツなんじゃない？これ、うん、おいしそう。みやちゃんもう飲みちゃうよ。やばい。めっちゃうまそう。いただきます。うん、うん、おいしい。ママともに作ってありがとうね。このチャーシューはね、ママ作ってないんだ、うん、できたものポンって乗せただけ。ふーたんじゃないね。ちょっとね、あ、来た。チラン。もうお家にいても暇なのでドライブすることにしました。雨大丈夫かな？雨ザーザーだよ。ドライブスルーの近場にちょっと浦安の方までドライブしてって感じかな。そうね、ディズニーランドの近くのドライブ行きます。ねえ、ディズニーランド早く行きたいね。入り口だけ見に行こう。入り口だけ見に行く。ヘイシリー、こんにちは。何かお手伝いできることはありますか？スタバの人気なドリンクを教えて。残念ながらお探しのバーは見当たりません。スタバでおすすめのドリンク。スターバックスはスターバックスです。8時から20時まで。全然通じ合ってない。通じ合ってない。全然シリと。スタバで何飲んだらいいのかな。スターバックスはスターバックスです。そんなの自分で決めてくださいって言ったら面白い。スタバあった。フェストブレイクスキャンプ。あ、車がめっちゃ並んでる。雨だからか。20分待ち。だったら買いに行った方が早くね、みたいな。はい、大丈夫です。ありがとうございます。顔が悪くて。また何してたの？カラオケしてた。ホムラのドライブカラオケ。え、桃はピーチ。あるよ。ピーチあるよ。やっちゃん、ありがとうございます。またお越しください。ありがとうございます。ドライブ。はい、すごい笑顔の素敵なスタッフさんでしたね。笑顔でいる人って本当にずっと笑顔だったよ。幸せな気分になれる。こっちがやっぱここがドライブ。いい店員さんだった本当に。はい、ピーチー。ありがとう。はい、美味しいですか？冷たい。あ、冷たい冷たい冷たい。私はほうじ茶クラシックラテ。うん、甘さ控えめでも十分。ちょうどいいでしょ。うん、20分経ってようやくゲットしました。で、誕生日の時に友達とかからあのスタバのギフトチケットをたくさんいただいて、今日全部無料で無料で飲めました。みんなありがとう。今日ランスの方までレッツゴー。それディズニーランだよ。ディズニーラン。え、どこ？右見て。あ、本当は見えない。行きたい。でも何ヶ月行ってないね。もう1年以上。1年いてないっけ？2年以上だよ。ホンテッドマンションだ。ホンテッドマンションだよ。で、ここ次、もう夜乗れるんだよ、身長的に。今度夜乗ろうね。ディズニーシーでさ、あのさ、階段さ、乗ろう。階段階段も乗ろう。あ、違う、タワーオブテラーだ。今度ね、落ち着いたら来ようね、乗ろうね。気づけばウータンが乗れる乗り物が増えてきて、身長的にもそうだしさ。あとさ、アリエルのさ、ジェットコースター。ジェットコースター。ジェットコースターって言ってるね。ジェットコースター。ジェットコースター。ジェ
もう言えた。ジェストコースターって言っちゃうんですよ。ジェストコースターかわいい。いらっしゃいませ。ようこそ来てくれました。まだ片付いてませんけど。それも手作りでしょ、ワンちゃんも。え、すごい。これは手作り。いいなぁ。ケージオープンスペース。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。すごい。いいですね。ルーム、人の家のルームツアー面白い。めっちゃ綺麗じゃん。あ、テレビが上に、うわ、すごい、いいな。これがあのコアラマットレスからギフトいただいたやつです。なるほどね。ちょっとやっぱ傾きめっちゃいい。やばいじゃん、めっちゃいい。いいな。うーたん覚えてる、このベッド、うーたんが寝とったベッドやで。うーたん昔寝てたやつ。これな、そう、フレーム懐かしのベッドやで。これひっくり返して固めにしてある。柔らかい。コアラ硬い方がいいよね、腰の方が。いいよね。私も寝てみる。え、こっちが、こっちの面が硬い方。固めなんだ。固い方、うん、これ開けたら全部回っていくだけだよ、ずっと。こんな風になって、こっちにファスナーつく。あー、なるほど。今度ひっくり返したら、こっちが固めで、こっちが柔らかい。あー、なるほどね。で、初めは柔らかい方できた。そう。で、これをずーっと開けて、で、開けてからひっくり返した。それは簡単にできた。なんかふわふわしてんねんけど、お尻が沈み込まへんのよ。芯が硬いっていうか。なるほどね。すごいじゃん。普通持ちにはいいのかな。いや、俺もこれに頼るやん。うちも寝心地はどう。すごい。もともとのやつちょっとこれ低くなってるよね。だからちょっとだけな。そうだよね。だからな、年寄りにぞちょうどいいんちゃう。朝な、上がる時もそうやけど、一番怖いの降りる時。朝降りる時にやっぱり高さがあったらさ、足首がかかってて危ないやん。でもやっぱり低くなったから、うん、ちょうどいいね、うん、ちょうど座れるぐらいの。ほんで、マット自体はこれがユーカリの葉っぱやな。これオーストラリアのコアラ、オーストラリアっていうので。オーストラリアって。ありがとう。よかったよかった。チップ、かわいい。ココちゃんの兄弟だっけ。そうだよね。はい、チョコです。あ、ごめんごめん。チョコ。チップです。あ、コーラにウー言うてんのか。あ、コーラにウー言ってんだ。こんにちは、コーラちゃん。かわいい。すごいとこするの。かわいい。はい、ということで帰宅しました。今日はお休みの日だったんですけど、雨でね、どこも行けずに、ちょっと退屈な一日でしたね。ちょっと気分転換にドライブしたりとかはしたんですけど、もうね、雨の日家でね一日過ごすっていうの、子供がいると結構限界があって、皆さんどういう風に過ごしてるのかすごく気になります。ということで今日はまあコアラマットレスさんとのコラボ動画ということで、最後にコアラマットの紹介をさせていただきます。今回コアラマットレスさんから主人の父母にギフトしていただいたんですけど、何日間かねコアラマットレスで寝ていて、腰痛持ちの父には程よい硬さで寝心地が良かったっていう風に言っていました。で、今回のブリーズは通常版に比べると高級仕様の商品になっていて、3層構造の速乾性や通気性部分にも優れていて、とっても高機能なマットレスになっています。通気性がね、とっても優れたウレタン素材になっているので、涼しくドライで保てるっていうのが特徴的で、あと他に一番の特徴としてはマット自体がリバーシブルで使えて、好みの硬さを選べるっていうのが特徴です。気分とか季節によって硬さをね変えるのもすごくいいなと思いました。あとは正しい姿勢が保てるように、表面はふわふわしているんですけど、その下の素材がしっかりしているので、先ほども父が言ってたんですけど、程よくね体にフィットしてくれて、肩とか腰が沈みすぎないようにしっかりサポートしてくれるマットレスなので、なんか私も寝てみて思ったんですけど、程よく腰とか肩の部分とかが沈んでくれるので、寝返りとかもねすごく打ちやすそうだなと思います。あとね、マットレスが届く時に入っている段ボールもリサイクル用のゴミ箱に捨てることができるので、そういった環境とかにも
気を使っているし、コアラマットをね、一つ購入するとその売り上げの一部がコアラとか生育環境の保護に役立てられるみたいで、そういった生育環境に関しても力を入れているような会社さんみたいです。でね、あとこのマットレスを買うと、あの可愛らしいコアラちゃんも一緒にねついてきます。ぜひマットレスをお探しの方とか、すでにコアラマットを知っていて気になってたよって方とか、参考になれば嬉しいです。詳細はね、概要欄に載せているので、ぜひ見てみてください。ということで、今日はとある一日でした。バイバーイ。